皆さんこんにちは。今回は、主演どうする?動画ですね。皆さんが引くべきかどうか悩んでいるかもしれないので、無凸モチーフなしで考察していきます。一応この動画は性能で考える動画になっているので、また、短期間でどれくらい強くなれるか、ということも考えているので、型落ちとか、キャラ愛は考慮しません。将来はどうであれはやめに強いキャラを引けていると、エンドコンテンツへの挑戦幅が広がるので、ひたすら虚無で素材だけを集める日々に加えて、エンドコンテンツへの参加時間が増えますね。まあ、これはどう捉えるか次第ですけどね。ってことで、考えていきましょう。はい、まず強い点1個目なんですが、モチーフへほとんど依存しません。厳密には、モチーフには会心率がついていたり、実質無条件でバフが発動する設計にはなっているので、その部分はさすがにモチーフが強いのですが、状況次第でモチーフをブリムストーンが超えます。スターライトエンジンみたいに自分以外の要因が必要ではないので、通常を挟む限り、なのでほとんど、安定してバフを稼働できます。最低4層を維持できればモチーフを超えるポテンシャルを含むので、それができずとも、ほとんどモチーフに匹敵する性能なので、モチーフなしで十分強いキャラクターとなりますね。体の一部テカるようにモチーフを追ってもいいと思いますが、エレンほどモチーフへの依存度がないです。ブリムストーンの入手は工場かすり抜けかシグナル交換だけなので、若干入手は先になるかもしれませんが。まあ、すべてをブリムストーンに捧げるなら 1.2 くらいには600到達するんじゃないですかね。少なくともバージョン 1.0 でモチーフを取るような人は無課金ではないと思うので、エリーファンド監督よりは明らかに現実味のある期間だと思いますね。それまではスターライトエソジソとか、猫股モチーフがあるならそれ使えばいいのかなと。一応英語圏の方でもブリムストーンはほとんど匹敵なので、こちらでは、エソジゾの評価も高め。だから、率厳選の要求値は上がりますが。まあ、パッシブで率 30% 稼げることを考えると、そこまでモチーフの率恩恵は高くないのかなと思いますね。このゲームの運動機というか武器は全属性ではなく決まった属性バフなので、あまり汎用性求めて引くものではないですからね。続いて、ブレイク中のダメージ理論値がかなり高いです。主演は、パッシブでブレイク中へのダメージアップがあるんですが、能力的にも弾丸をスタックして適切な時にぶっ放すキャラなので、敵のブレイク中に一方的にコンボできる場合、全キャラクター中屈指のダメージを誇ります。一応前提は、A ランクは4凸と少し古い状況なのですが、少なくとも S ランク同士で比較する場合は、瞬間火力は圧倒的に高いことがわかります。ただ、12秒の平均値のリストになっているので、14秒にするとエレンも追いついてくる感じですね。ただ、モチーフなしエレンの場合はそんなことはあまりないです。主演はブリムストーンをつけてこの水準に到達できるので、モチーフ増加の高いエレンだと、モチーフなしでの強さは継続火力はともかく、ブレイク前提で考えるなら十分主演が強いですね。強い点というか、まあこれはどっちも引け理論になってしまうんですが、陣営が強行や同陣営と相性がいいブレイク倍率サポートです。ですので、編成パワーは陣営が実装されると、特にアンディからの改善は大きいので、主演がトップアタッカーになることは間違いないでしょう。ただ、主演引いて、すぐ 1.1 の陣営を両方引く必要があるので、この辺は無課金向けかと言われると怪しいかもしれません。ただ、フルパーティーのエレン相手に、10秒ブレイクなら2個だけで主演は勝つことができたり、14秒ブレイクはさすがにフルパーティーエレンには勝てない傾向なのですが、十分競合できたり、陣営も確保するなら十分超えてくると思います。主演に最適の撃破が陣営なしだといませんからね。ただ、アンディでも十分すでに高水準な編成には達しています。敵をブレイクさえしてしまえば全力火力を出せるので、二個ともシナジーのあるアンディで、コスパまで考えると現環境最強クラスだと思いますね。配布を入れるだけで強い編成ですからね。ただ、アンディにチームバフの能力はないはずなので、結局は効率よくブレイクしてるだけになっています。もちろん、ブレイク重要なので全然いいことではありますが、やはり、バフを提供しながらブレイクできるクレタ、ライカンとシナジーがないので、この辺は主演の上限を抑え込んでしまっているとは思いますね。強い点、弱い点、どっち?って流れにはなってますが。配布キャラ、特に2個については凸まで欲しいが、配布キャラだけでトップクラスの編成を組むことができて、陣位まで引くと、限定同士のシナジーになるので、陣位を引く余裕がなくても、初心者でも編成に魅力がありますね。そして、現状エーテルが高級属性ということです。スターレイルの方でもありましたが、特定の属性が初期キャラの数の都合で不足するあれですね。エーテルは今のところ工場キャラでは2個しかいません。原神やスターレイルみたいに主人公が戦うことはないので、
属性変化でエーテルの枠が埋まる可能性もかなり薄い。もちろん、今後の追加キャラ次第ではありますが、エーテルアタッカーは貴重ということですね。一応当たり前ではありますが、防衛戦ではエーテル要求は結構高いですね。ピックアップキャラなので、エーテル弱点が多いです。一応物理と電気は工場星5を含めると結構充実気味、援護11号遅れたデイスランクが2名でルーシーまでいるので、氷は総格が貫突してれば、って感じもありますが、1.0 のキャラは結構狙ったように、隙間の属性のアタッカーになっていますね。ある意味そういうバランスで、他の属性を揃えている感じもありますが、ただ、エーテルは2個だけしかいないので、属性を散らして集めるなら工場で埋まりづらいエーテルを取るのは選択肢です。ってことで、引かない理由ですが、まずは賃位を引く場合、リソースが足らない場合ですね。賃位は、撃破キャラでエースランク、強行でパッシブ発動です。ですので、同陣営はもちろんですが、属性にとらわれず編成できる撃破キャラクターになるので、実質強行とそのサポートが揃っていれば問題ありません。ですので、汎用性はかなり高い撃破キャラクターになっています。工場にはすでに3名の撃破キャラがいるんですが、クレタも雷管も工場とはいえなかなか狙って出せるわけではありません。すり抜けて6分の1なので、狙って取れるかと言われると結構怪しいです。もちろん、限定の方が工場より強くなる傾向は間違いないのですが、強行を軸にするなら重要度の高い撃破を取れるなら今取るのがいいと思います。異常軸は結構経過ダメージというか、異常ダメージをブレイクなしでもひたすら蓄積させていくので、撃破キャラの重要性は強行より下がりはしますが、まあ、ブレイクするに越したことはないですからね。とはいえ、強行キャラを軸に使っていく、あるいはその将来があるなら賃位を主演より優先がいいと思います。そして、引かない理由2個目ですが、エレンを持っている場合ですね。防衛戦では属性重要で、エーテルも高級属性ではあるんですが、立ち回りの自由度はエレンの方がある印象です。主演は属性蓄積が高いとかそういうわけではないので、結構普段使いとかはエレンよりしづらい感じがあります。ただ、エレンは総格管理ができないとあれではあるのですが、バージョン1で片方限定、どちらもアタッカーなので引けているのであれば、1.1 のチンイやジェインを狙いに行っていいと思います。ということで、最後にって感じです。個人的には能力判明後なので、どうしても悩むならチンイの方がおすすめです。最終的に全ての枠が限定になっていくことは、ある程度周知の事実ではあるので、汎用性や、支援の多数、一応パイパーとかも A ランクなので、悩むくらいなら賃位を引くことをお勧めしたいです。ただ、編成ダメージのほとんどをアタッカーが稼ぐので、敵との属性一致の影響もかなり強いので、特に耐性持ちは硬すぎる。ですので、遅かれ早かれ全ての職業のキャラを集めていくことにはなると思います。雷管クレタ、両方持ってて現時点撃破が充実してるとかでない場合は、素直に賃位を引くのがいいと思います。ただ、主演の強化にもなるので、主演を引く人は、そのまま賃位もできるだけ狙うのがおすすめですね。ということで、万人的には主演スルーの賃位が手堅い選択肢です。ジェインは今のところ限定版パイパー予想なので、物理異常を巻きつつ、ある程度サポートバフがあるのかなという予想です。そこにパイパーにはない付加価値がどう加わるのかって感じですね。どっちにしろ、ほぼアタッカータイプだと思っています。ってことで、今回はガチャ評価動画でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。